お花紙を折って作るふわふわの紫陽花です。お花紙を細長く4つに折ります。端を45度に折って切り落とします。これと同じものを作っていきます。開くと正方形になっていますから、同じ向きに三角に折って裏返して四角に折ります。もう一度開いて四角に折ったら、この部分をつまんで真ん中に寄せます。鶴を折る途中までの形ができますので、この真ん中の部分に折り癖をつけ少しだけ折ります。で、この周りの部分、つながっているところがありますから、1ミリほど切り落としましょう。できれば先の部分は少し丸みをつけておきます。これで重なっている4枚がバラバラになりました。同じ作業を繰り返していきます。花びらを開いていきます。まず2枚開いたら、あとの2枚は四角くなるように折りつぶします。これをバラバラにしていきます。指先にハンドクリームを少しつけると作業がしやすくなります。折り目をつぶさないように気をつけながら、丁寧にそっと開いていきましょう。全部開き終わったら、これを元のように折っていきます。もう折り癖がついているので簡単に折ることができます。この花の真ん中にボンドか水のりをつけます。楊枝などを使ってほんの少しつけましょう。真ん中に発泡スチロールのビーズを置いていきます。お花紙で作った小さな粒でも構いません。完全に乾いたらまとめて、どのくらいの花ができるか考え、一回り小さく厚紙を切ります。そこにお花紙をくしゃくしゃにして乗せ、もう一枚のお花紙で包むと土台の出来上がりです。これに葉っぱをつけます。裏から見るとこんな感じになっています。ボンドか水のりをつけて、お花とお花が少し重なり合うように貼っていきます。外回りから中へ中へと貼っていきましょう。慣れてくればどのあたりにのりをつければよいか考えて先につけてしまいます。そこにお花を乗せていけば、あっという間に完成です。ふわふわの紫陽花が出来上がりました。水色以外にもピンクや紫など、お好きな色で作ってみてください。